皆さんこんにちは、東京レンタルスクールの岡田です。本日はですね、こちら患者対象研究で、使われるオッズ比について、問題見ながらですね進めていきたいと思います。こちらオッズ比はですね、例えば飲酒とですね何かの関係とか、喫煙と、例えば肺がんの関係、そして今回ご紹介するように、歯科の範囲ではフッ素を塗ってですね、実際に腐食ですね、虫歯、こちらがどれぐらい効果があるのかということをですね、患者対象研究のオッズ比で求めてみましょうということですね。こちら実際にですね、どの程度のですねオッズ比になるかっていうものはもちろん、答えはですねわからないこともあるんですけど、例えばフッ素を塗るということはですね、ある程度、減るということをやっぱりわかるわけですよね。例えばこちらフッ素を塗るとですね 0.4 から 0.6 ぐらい、大体この辺りになるって言われてます。そのため最終的にですね、答えを合わせる時もですね少し参考になったりします。では実際に問題見ていきたいと思うんですけど、こちら腐食ですね、虫歯、こちら200人いてですね、フッ素不可物ですね投与した時には 25%、まずこれパーセンテージで与えられたら計算で出しちゃった方がいいですね。人数、50人ですね。そして腐食がある200人、こちら今回は同じですね、同じ人数になってます。もちろん違うこともあるんですけど、そうすると今回こちらは 40% ですね。そうすると80人ということになります。まずここでですね、ちょっと整理するために見ていただくと、フッ素を塗ってですね腐食がある人50人、腐食ない人80人、ということは、フッ素を塗った方がですね腐食になってないということですよね。こちらは最初のご紹介した通りイメージ通りですね、不可物塗ると腐食が減るということです。するとですね、こちら表を作っていくんですけど、表を作るときはですね、こちらフッ素の塗布、腐食、結果ですよね。こちら原因、こちらやるのと、結果ですよね。そしてありとありで揃えておくと簡単ですね。なのでフッ素を、塗って、そして腐食にありなしですね、これありなし、このような表を作ってみると分かりやすいですね。するとですね、こちら、あとは人数入れるだけなんで、実際にですね50名ですよね、今出た80名、フッ素を塗ったらですね腐食は50人、フッ素、こちら腐食がない人80人、すると同じ200年ですから、こちらの人数が計算できますよね。こちらですよね。そしてですね、こちらオッズ比の計算というのは結構、皆さん、慣れてると簡単なんですね。こちら、クロスですよねしてみますと、150×80、1200になりますよね。そして50×120ですよね、600になりますね。でこちらですね、フッ素を塗ったらどうなりますかということなんですけど、フッ素を塗らないものですよね。でこちらをクロスした150×801200、それを分母にしてですね、そして実際にフッ素を塗るとどれぐらいになるんですかということ、600になるわけです。すると 0.5 ということになりますね。こちら、通常ですと、ある程度やはり予想できたんですよね。先ほどの通りフッ素を塗ると 0.4 から 0.6 ぐらいになることが多いということ一つありますんで、答えとしておそらく合ってるだろうということになります。逆にこの分母分子逆にしてしまうとですね、逆に2倍になってしまうんですね。フッ素を塗ると腐食リスク2倍、そんなことないだろうということですね。例えば研究の世界だと、いろんなこと起こりますけど、通常ですと、計算方法の時は問題ないはずなんですね。こちらもですね、原因と結果、そしてありとありですね。でやらないものに対してあるものがどうなるのか、こういう流れとですね、覚えてしまうと非常に計算楽になったり、あと自信になりますよね。歯学部1年生から6年生のですね定期試験や国家試験浪人生をですね東京レンタルスクールではマンツーマンの指導で、対策してます。教室の授業またはですねオンラインの授業を使って、生の個人とですね例えば定期試験わかんないとか CBT 国家試験、浪人生もですね対策を行ってます。また執筆させていただきました「しからび」という書籍は全国書店やですねオンライン書店で発売され、カテゴリー1位もいただいたことがあります。こちらの本に加えてですね、歯科医師国家試験の臨床実地問題含めて東京レンタルスクールではさまざまな書籍を発売しています。ぜひ皆さんですねしっかり勉強して、また何かあればご相談いただければと思います。東京レンタルスクール岡田でした。